外国為替市場で円相場が一時一ドル百四十九円台をつけ。三十二年ぶりの円安を更新しました。今日午前の東京市場でも百四十九円に迫る水準で取引されています。十七日のニューヨーク外国為替市場で円相場は一ドル百四十九円台まで下落しました。 アメリカのバイデン大統領が15日にドル高を容認する姿勢を示したことや、FRB ・連邦準備制度理事会がインフレを抑えるために大幅な利上げを続けるとの見方を背景に、円を売って金利の高いドルを買う動きが続いています。鈴木財務大臣は今朝、為替介入の可能性について、過度な変動があった場合は適切な対応を取ると述べました。市場関係者は、 じわじわと円安ドル高水準を試していく展開になると見ています。